アップル iPhone は iPhoneiPhone は Apple が販売したスマートフォンである。この項目では初代の iPhone について記述する。Apple が携帯電話を開発するという噂は以前からあったものの2007年1月9日に正式発表され同年6月29日にアメリカで発売された。クワッドバンド GSM セルラー接続 GPRS とによる データ転送に対応している。画面サイズは3.5インチ。ソフトウェアアップデートは終了しており、最後の公式ファームウェアバージョンは iPhoneOS 3.13である。Apple のスティーブ・ジョブズはタブレットコンピュータのようにキーボードやマウスを用いず、マルチタッチパネルを用いるディスプレイへの直接入力を発送し、これをサイドプロジェクトとしての研究を 技術者集団へ指示し、試作品やユーザーインターフェースを見直していた時に携帯電話へ技術を実装するアイディアを発送している。2005年に開始されたプロジェクトパープルには AT&T とコラボレーションしながら推定1億5000万ドルの開発費と30ヶ月間以上を費やして国費にデバイス制作している。モトローラとのコラボレーションであるモトローラロッカー E。 一が失敗に終わったことで委員会による設計を採用されていない。初代 iPhone は2007年1月9日にカリフォルニア州サンフランシスコのモスコーニウエストで開催されたマクワールドコンファレンスエキスポの基調講演でスティーブ・ジョブズによって2年半の間この日を楽しみにしていた本日アップルは電話を再発明する iPhone はタッチ操作のできる ワイドスクリーンの iPod、革命的な携帯電話、インターネットコミュニケーターの3つを統合したデバイスであると発表されている。2007年6月29日、アメリカ合衆国での発売時に Apple Store や AT&T 直営店の周囲では、発売日前から1000人が行列し、多くの店では1時間程度で完売状態になり、PlayStation 3の発売時に発生したような、 強盗や銃撃を防ぐため、非番の警察官が店舗を警備する騒動になる。アメリカ人の10人に6人が iPhone は発売前からチェックしていたとする調査結果もある。同年11月にイギリス、フランス、ドイツで2008年春にはアイルランド共和国、オーストリアでも発売される。その他の地域では発売されず、後継機種の iPhone3G を待たなければならなかった。 2007年9月5日に iPhone から携帯電話ネットワークを介しての電話、インターネット機能を削除したタッチスクリーン機器の iPod Touch が発売されると同時に iPhone8GB モデルが599ドルから399ドルに値下げされ 4GB モデルは販売終了になる iPhone の販売台数は発売開始74日後に100万台を達成した 値下げに関する多くの苦情を受けたアップルは、値下げ前に購入したユーザーにストアクレジットを付与した。2008年2月5日に 16GB モデルを発売し、3月6日に iPhoneOS 2.0対応アプリケーション、制作用 SDK を開発者へ向けてリリースしている。6月9日に、後継機種となる iPhone 3G を発表して7月11日に出荷を開始したことにより、 初代 iPhone は、総売上台数612万4000台で、販売を終了している。Apple は、初代 iPhone を単に、iPhone と呼んでいたが、2010年7月、プレスリリース以降、初代 iPhone とも表記されている。アクティベーション初代 iPhone は、初回起動時は、ロック画面に、アクティベート iPhone、コネクト2 iTunes と表示され、 iTunes につないでアクティベーションすることを促される。ユーザーが自ら iPhone のキャリアとの回線契約や Apple ID の登録をこの iTunes 上のアクティベーションプロセスの中で行う。これまでの一般的な携帯電話はキャリアなどの店頭でアクティベーションや回線契約を行うのが基本であったが、この初代 iPhone は iPod のように iPhone 本体を購入して ユーザーが自ら自宅やオフィスの Mac やパソコンの iTunes 上でアクティベーションとキャリアとの回線契約を行うという大変ユニークなものであった。アクティベーションしない場合は緊急電話機能のみ利用できる。キャリアとの回線契約ユーザーが iTunes 上で自ら行う。方法 iPhone を Mac もしくは Windows PC と USB 接続し、 iTunes 上で料金プランの選択、個人情報の記入、そしてキャリアとの契約を結ぶ。キャリアとの回線契約に必要なものキャリアとポストペイド契約を結ぶ場合は、が、必要となるが、プリペイド契約の場合は不要である。このため、社会保障番号がない短期滞在者や旅行者がポストペイド契約を行うことは極めて困難であった。 利点ユーザーが自ら iTunes でアクティベーション、契約を行うので手順がシンプルであり、またユーザーが iPhone を手にする前にアクティベーションのためにユーザー以外の誰かが iPhone を開封することもなく工場出荷時の未開封の綺麗な状態の iPhone を入手することができる。トラブルこのようにシンプルな反面、ユーザー側が自ら iTunes で回線契約を行うというのは 前例がなくトラブルも起きた。iPhone 本体の購入は誰でも可能なため、最初からキャリアと契約するつもりのないシムアンロックなど、不正改造目的であったり、転売目的で購入するものも後を絶たなかった。このため、Apple ストアでは iPhone は一人2台まで購入可能という制限を設けた。それでも現金で購入されると意味をなさなくなるので、購入には 現金は受け付けずクレジットカードのみに制限された。そのため、iPhone を複数店舗で大量に購入しようとした、家境に対しスタッフが販売を拒否するという陳事も起きた。アメリカでは、ユーザーが独占キャリアである AT&T と iTunes 上で、iPhone の回線契約をした後日、多くは300ページなど、大量の請求書が AT&T から送られてきたことが立て続けに起こり、 多くのメディアから紙の無駄、不経済であるとの理由で AT&T に対する批判が紛失した。その後この iTunes でアクティベーション、回線契約を結ぶ方式は初代 iPhone でのみ実施され iPhone3G からは本体の購入と同時に契約を行う方式に変更された iPhone3 金属とプラスチックを用いる初代 iPhone 背面初代 iPhone には前面に コーニング製の強化ガラスを使った3.5インチのマルチタッチスクリーンが搭載されている。また、5つの物理的なボタンは iPhone の後継機種にも受け継がれている。そして、メタルフレームはクロムメッキ仕様である。背面がアルミニウムと黒のプラスチックになっているのは、金属でセルラーや Wi-Fi 信号をブロックしないためである。カメラは背面の左上に搭載され、 ヘッドホンソケットはタモデルとは異なり、大半のヘッドセットと互換性がなくアダプタを介して接続する仕様である。iPhone は販売している間、MacOS x 0ベースであるとしていたが、オペレーティングシステムの名前は iPhone 2.0 SDK にて OS X iPhone であることが明らかにされた。Apple は初代 iPhone にバンドルされていたものを含め5つの 使用の iPhone 対応ソフトウェアをリリースしている。現在では初代 3G の iPhone でのソフトウェアアップデートは終了しているが、非公認のサードパーティーが Android を iPhone で起動させるためなどのカスタムファームウェアを制作している。初リリースのオペレーティングシステムには、ビジュアルボイスメール、マルチタッチジェスチャー、HTML メール、サファリウェブブラウザ、スレッドテキストメッセージング、 YouTube が使用可能だったが、MMS アプリケーションコピーペーストはサポートされていなかったため脱獄することによってそれらの機能を使用可能にしようとした。公式的なソフトウェアアップデートでそれらの機能は段階的に追加されていった。2008年7月11日の OS 10iPhone 2.0によってアプリケーション Microsoft Exchange に対応。 プッシュメールが追加された。2009年6月17日の iPhoneOS 3.0では、コピーペースト、新しい YouTube の機能が追加されたが、初代 iPhone は、対応から外された。iPhone 3G と同じ CPU、RAM、GPU を搭載している、初代 iPhone だったが、3G と異なり iOS4 に、アップデートできないため、初代 iPhone に iOS4、 この機能を移植させるサードパーティー製プロジェクトがある。ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルは iPhone の評価に関して肯定的かつ慎重な論調だった。主な批判として AT&T の 2.5GH ネットワークが比較的遅いことと携帯電話として 3G サービスを使うことができないことを挙げている。ウォールストリートジャーナルの技術コラムニストである。 ウォルター・モスバーグはいくつかの欠点や機能の足りない点はあるものの iPhone はハンドヘルドコンピュータよりバランスが取れていて美しいと述べている。タイム氏は iPhone を2007年に受ける今年の発明品に選出している。出典、Apple Newsroom、アーカイブ iPhone、テクニカルスペシフィケーションズ、技術使用番号なし箇条書きの項目。ありがとうございます。